Miles Braywell, Allen Houston make their way west from Madison Square Garden. Two All-Stars, both so smooth. A big city feel from swingmen who rarely miss a beat on the courts of New York. 一方のニックスの方ですが、速さを持っているこのスプリーウェルなどを中心に今日はどんなプレー見たいですか？やっぱりオールコートを展開しながらその速さを生かす、それプラスアラン・ヒューストンのやっぱりオフガードですね、はい、スクリーンプレーを使った後のそのシュートと変えてですね、駒を変えていけるんでしょうけど、どうしても15分前後ですからね、彼使うのは3分ですね、この3試合で、はい、シュート、遠くから打ってきたシュート、スプリーウェルが決めました。それでマークマンがいるところにどんどんついていくように、はい、形を変えていってるんですね、ゾーン。スプリーウェル目の前に誰もいなければ簡単に決めます。3ポイント今日5点目。ニューヨークはこういう形になってしまうとどうしても上出しもそんな大きくないですからね、はい、スプリーウェルからビッグセンターといってもボールここでもらっています。ギリッギリのシュート。24秒ショット。ニューヨークはオールコートプレスとかかけたいんですけどね、はい、ホールコートで平面的なバスケットをやっていかないとハーフコートバスケットやっぱりと先ほどみたいにカットされやすくなりますよね、はい、スプリーウェルとザービアックのマッチアップ。ジャクソンのシュート決まった。ジャクソン4点目。言い方が違うので、まあ、今精度は本当にティンバルスがいいですね、はい、スプリーウェル、ザービアックがついていますがその脇を抜けていきます。スプリーウェル、本番ご覧になってどんな印象ですか？スピードからしてやっぱりスプリーウェルのがミスマッチですよね、はい、ただうまいことワンステップバックしたりドロップステップつけながらですね、はい、戻ります。それとやっぱりリーガーデンスがなくなったということで大きな選手がインサイドにいるということ。ザービアックフリースロー日本記録25点です。インサイド。最後は第3秒ルールでもらったフリースローを1つ落としています。うっと今度は決めた。2つ目も決めました。看板ですから、はい、彼らがいかに活躍するかにかかるんじゃないですかね。やっぱりベンチプレイヤーがずっと活躍するということはないですからね。スプリーウェル10点、ヒューストンは4点でした。スプリーウェル打ってきた。3来ましたね。インバーウルスボール、ブランドン、まだ来てる、はい、それについては今日はコメントする立場じゃない、バスケットの上に来てるんだ、ね、はい、いうようなことであまり喋らなかった。時間が過ぎるのを待つだけです。ミネソタティンバーウルブス開幕